皆さんこんにちは、那原です。今回もですね、実践者の方を、選んで、実践者の方が何らかの物販ビジネスに挑戦することによって稼げるのか、はたまた稼げないのかという企画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回来ていただいた実践者の方、ちょっと自己紹介いただけますか。はい、名前は、ひでくんです。あ、ひでくんくん付けでいいですか。はい、ひでくん。あ、ひでさんとひでくんでも、はい、はい、じゃあひでさんにしますと、くんっていう感じじゃないですか。まあいいや、今回ね、僕が、物販ビジネスなんかね、やってもらってノウハウとか全部教えるんで、はい、ガチ稼いでくださいみたいな企画応募していただいて、どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。なんでこの企画に応募されたんですか。もともと eBay 輸出で、中古カメラ転売を、はい、2年半ほどやってまして、結構もう物販のプロプロ、まあちょっとおこがましいですけど、はい、まあやれたと、はい、いうことですね。はい、はい、でその後ちょっと思い立って eBay 輸入、はい、主に版画とかちょっと扱ってたの。版画、はい、一時うまくいきかけてまずくなってしまって、どうしようってやったところで、はい、ちょうど船原さんが募集しているのを見かけて、はい、やらせていただきました。あ、ありがとうございます。はい、ヒデさんはね、多分3番目ぐらいだったと思います。来たの結構早かった。もともと eBay 輸出をやられてて、2年半ぐらい。これは副業でやられたんですか、本業で。副業で。副業でやられてて、で、今は輸出もやられてないですか。ほぼやってないです。ほぼやらずに eBay 輸入ですね。はい。の方をやられて、本業を。そうですね、専業という形で。独立しちゃったんですよね。はい、独立しちゃったって言ったら独立しちゃいました。はい、まあ、僕はね、なんかいろんなところで言ってるんですけど、独立をすることが絶対いいと思ってない派なんで、実は向いてる人もいるし向いてない人もいるかなと思ってるんですけど、独立しちゃったと、はい、いうことで今 eBay 輸入で頑張ってるというヒデさんなんですけど、はい、それはどうですか、うまくいっている輸入の方は。今はうまくいってないな。いってない、はい、ということで今回のね、企画に応募していただいたということになります。はいはい、で今回ね、半年から、はい、1年ぐらいからちょっとガチで、はい、そのノウハウをお伝えするので、いろいろやっていただいて、はい、めっちゃ稼いでもらおうかという企画になってますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ヒデさんが成功するのかしないのか気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。で、成功してほしいって方は高評価今入れといてください。で、なんかね、応援のコメントとかあればコメント入れといてほしいなと思うんですけど、はい、早速なんですけど、じゃあヒデさんがですね、やる物販、はいはい、発表したいと思います。eBay 輸入をね、やられたということで、僕はそれをちょっとそのままやった方がいいかなと。おそらくね、ご自身でも eBay 輸入を選んだってことはその方面に適性があると考えてらっしゃると思うんで、はい、eBay 輸入をね、このままもっと続けていただきたいかなと、はい、は思ってるんですけど、ちょっと商材をですね、はい、選定させてもらおうかなと思って、はい、今考えられていると、はい、版画が悪いわけじゃないんですけど、実はね、めちゃくちゃ稼げる商材があるんですよ。はい、今多分ね、一番稼げる商材だと思います、はい、全世界で、はいはい、それがですね、アンティークコインになります。あ、なるほど。アンティークコイン、古いコインそのままですけどね、はい、これを eBay から輸入してヤフオクとかで売っていくと、はい、でも聞いたことありますよね、アンティークコイン。聞いたことあります。はい、なんかアンティークコイン儲かるぞみたいな。うん、はい、やったことはあるんですか。ちなみにリサーチしてて見かけるんですけど、はい、ただその利益が出るのはまだ見つかったことはないですね。はい、アンティークコインがね、儲かるぞっていうのは、僕の YouTube でもね、何回もやらせてもらってたので、うん、知ってる方もいいかなと思うんですけど、ヒデさんにはちょっとガチでやってもらおうかなと。はい、アンティークコイン多分上限値めちゃくちゃ高いんで、うん、1年で普通に月収100万とか、いや、もっと上を目指していただきたいなと考えておりまして、今回ちょっとね、僕だけではノウハウの提供が不十分となるので、コンサルしていただける方をお呼びしました。もうすぐそこにいるんですけど、はい、はい、じゃあ萬田さん、よろしくお願いします。はい、失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。萬田です。はい、萬田さんです。はい、失礼します。萬田さんはですね、物販総合研究所で、はい、アンティークコインの講座をやっていただいて、はい、もう結構 3年ぐらい、3、4年ぐらい。4年とか、5年は経ってないですね、4年とか。やっていただいてて、数々の成功者を出してきていると。うん、一番行ってる人ってどんぐらい行ってるんですか。サポート講師にも入ってくださって、はい、先生でも、はい、今も先生ですけど、一期の生徒で月2000万売って、月2000万の売り上げ、はい、これは毎月達成してる。それで、はい、利益が
大体700万円ぐらい毎月ね、月ですよ。すごくないですか700万って。もちろんこの人はスペシャルなんで、ついでこの人を追っかけてる集団っていうのが月の利益が大体300万から500万ぐらいの集団が結構大きい。これは1期とか2期の人が多いですね。3年ぐらいは続けてる人たちがそれぐらいの人多いかなっていう感じします、ね、マジですか。てか毎回思うんですか、マナさんの話でもう自分でやろうかな。さっきもねちょっとね実はご飯食べてて、なんかコレクションねやりたいんですって言ったら、アンティークコインがいいんじゃないですかみたいな、はい、一番おすすめの商材ではあると思うんですよね、はい、特に大きい会社がやるっていうのだとまたなんかいろんな工夫が必要かもしれないけど、個人で100万200万稼ぐ月にね、はい、そういうのにはやっぱね僕一番やりやすいんじゃないかなとは感じてますね。なるほど。そのアンティークコイン今回ヒデさんが、はい、ヒデ君が、山田さんはヒデ君、どっちでもよかったけどでもガチでやっていただけると、はい、全身全霊をかけて生徒とやってることを公開していくみたいなのがいいかなと思って。あ、なるほどね。山田さんがこうコンサルティングを、まあね、通常やっていくことを、ね、まあ、ヒデさんにもやっていくんで、はい、今回 YouTube 見てる方もめちゃくちゃラッキー。それを公開していくかね。実際講座に入らないと普通はね受けられないということなんですけど、そう数限りある、ね、資源をちょっと、ね、ここに注いでいただくという感じなんで、うん、めちゃくちゃラッキーだと思うんですけど、はい、まあ、その分ちょっと成功していただかないと困りますんで、はい、公開失敗になっちゃうとねそれ逆におもろいかなと思った。いやいやいや、そういうこともあるかもしれないですけど、まあもちろん僕はヒデ君成功するためにちょっと頑張りますから。アクティスっていう名前なんですよ、そのスクールがね、うん、アンティークコイントレードスクールでアクティス、うん、やっぱ成功するためにやんないと意味ないと思うんですよね。なのでもう専業だし会社も辞めちゃってるし、はい、っていう人はまあ僕はいいとは思います。だからまあちょっと頑張りましょう、頑張っていきましょう、感じですかね。頑張ります、はい、ちなみに半年ぐらいでまず一旦区切っていきたいなと思ってまして、うん、半年でどんぐらい、大前提として、はい、やっぱ結構稼ぎ出し遅いんですよこのビジネスって、はいはい、運よく稼ぐ人はいた、はいはい、でも最初は結構ねやっぱみんなこの人大丈夫なんかなって目でやっぱ見るんですよね。特に高額なものはやっぱ最初売りにくいんですよ。そうなった時にやっぱ生徒さん見てて最高の集団が6ヶ月後月100万円利益稼げるようになるっていうのがやっぱ上限ぐらいですね。中にはねいたんですよ、ものすごい人がね、うん、200万とか170万150万稼ぐとか見たりして出たけど、やっぱ多くが優秀な人で100万ぐらい稼げるようになるっていうのが多い、うん、で1年かかっちゃう人もいましたね。1年でも2年でも別に僕はサポートするんですけど、1年後になっちゃってる人もいましたよ正直、うん、1年で100万1年後に100月に100万円稼げる。いやめちゃくちゃいいじゃないですか。いやいいと思うんですけど、状況によるじゃないですか、はい、余裕を持って1年後に100万円稼げるようになって、うん、やったっていう人もいれば、数ヶ月後に100万円稼がないと死ぬんですみたいな人もいるから、そういう人はでも意外とやっぱできないですね、うん、ちょっと余裕を持って背水の陣なんですみたいな感じよりも、うん、それもいいんですけどね、できる人はできるんですよ、うん、だからそこに間に合った人と間に合わない人はいたっていうのは正直なところですね。その人が半年後にこれぐらい欲しいっていうのに全員が間に合ったわけではないですね。ただ辞めた人がめちゃめちゃ少ないですよ。それだけまあ稼げてるってことだと思いますし、まあ、サポートもしっかりしてるってことなんですけど、うん、稼げるようにはなります。ただ時期がどこかっていうのはちょっと人によるから、いやいやでもそれですね、半年ヒデ君はやっぱ見られてるから稼げなかった方が飯うまってなる気もするんですけど、まあ僕は気まずいですよすごい本気でやるわけですよ。生徒さんと同じだけしかできないけどね、はい、生徒さんも本気でやってるから、それと同じようなことやって、ヒデ君が成功しないってなったら、もうやっぱヒデ君怒っちゃいますね、僕ね。そうですね。公開なんだから。いや、半年で100万。はい。月に100万、目指したいですよね。半年で。はい、うん。じゃあ、ちょっとコミットとして、はい、月100万いっちゃいましょう。はい、ちょっとメモしておきますね。はい。じゃあ、今回のヒデ君、ヒデ君もヒデ君でいいや。ヒデ君アンティークコイン eBay 輸入チャレンジは、うん、半年で100万目指すと。いうことでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。行きます行きます。やっぱまずは数をやって、安いのからいっぱい売って、うん、ちょっとずつ高いの売ってって、もうそれだけでいいと思うんですけど、3ヶ月で100万円の利益達成する人なんか全然いるんで、前倒しになっちゃう可能性もあるそうです、ね、そうですね、まあ、それも目指せるんだったら目指しますよ、うん、今回のね企画はね、先ほど萬田さんもおっしゃったようにコンサルの公開みたいな感じになりますんで、はい、まあ、ぜひちょっといきなりなんですけど、うん、ヒデ君コンサルしていきたいと思います。お願いします。ヒデ君自体のことは先ほど船田さん聞いてくださったんでね、もう専業でやられると、うん、はい、独立もしちゃったと。版画とか輸入してたけど、まあ、うまくいってなくて、1日の作業時間、今どれぐらい作業できる状況なんですか、1日の作業時間。6時間は最低確保してます。子供がいるので、はい、これ
イメージしてほしいのが、まあ、6時間やってもらえると僕すごくいいなと思うんですけど、はい、必ず休憩も取った方がいいと思いますし、はい、休みの日も作った方がいいですね絶対ね、あのお子さんとか家族とねおかしくなってもしょうがないから優しいっすね。いや僕ね絶対それやんないと続けられないんじゃないかなと思って、あのもちろんやった方がいいです、やった方がいいけど、はい、その時によると思う、毎日やんなきゃいけないってことじゃなくて続けられるようにやってほしいんですよ。とにかくね、やめちゃうっていうのが一つやっぱり、やめるのは無理ですよ。と香ばしいいやでも逃げちゃうかもしれない、まあね、そういう企画もあるかもしれない。あれそう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 撮影に来なくなります。それもね面白いんだけど、逃げなくていいように続けられるようにやっていくっていうのは一つの能力だと思うの。僕ずっと続けられるのはやっぱ、まあ、サボりながらなんとなくやれたからだと思って、真面目な人ほどやっぱリタイアしちゃったりするんで、まあ、次のステップに行くならいいんですよ、まあ、これを成功させるために、まあ、6時間きちんと休憩も取って、まあ、時には休みも取って、これ計画的に取っていけば全然問題ないんでね、とにかく続けられるように意識してほしいなと思いますね、はい、というのが、まあ、ここではね多分お店できるのって1年間とかかもしれないけど、2年3年やってる先輩たちってやっぱね結構稼いでるんですよ。次回出てくださるサポート講師の先生たち、もしくは船原さんも昔会ってくださったと思うけど、実践者の人たちとか、はいはいはい、結構引くぐらい稼いでしょ。そうですね、おじさんもおばさんも若い男の人も女の人もいろんな人が稼いでるから、もちろん状況も違うし稼いでる額も違うし使える時間も違うし、必要な金額っていうのも違ったりして、みんな状況は違うんだけど、この先にもっともっと上を目指せたりするので、うん、でやめないで続けることがもうとにかく大切だと僕は思ってますね、はい、だからまあ6時間基本は6時間ですね、はい、で先ほどちょっとお話聞いた目標金額は月200万円半年後、はい、ステップは人によって異なると思うんですけど、もっと僕大事だと思うのが目的ね、なんでやるかっていう、本当は紙に書き出してもらったりとかするんだけど、まあ、ここではまあざっと思いついたことだけで結構なんで、うん、なぜやるかってこととか、なんで100万円必要かとか、なんでアンティークコインなのか、なんでアンティークコインなのかとかは船原さんもさっきおっしゃってくださったんだけど、うん、まあ、コレクティブなものとか使われてたし、うん、輸入して販売するっていうのをやられてたから、そのままやるのがいいんじゃないかと考えたとかっていうのはすごく理にかなってる、すごく理解できるんですけど、うん、なんで稼ぎたいかとかね、うんうんうん、そういうのをもう何個でもいいからね、自分の言葉で結構なんで、うん、カメラの前でね、はい、教えていただければと思うんですけど、宣言、あ、なるほど、なんでやるかってことですね。だってやんなくたって生きてくるじゃないですか、バイトだって食っていけることは食っていけるじゃない、それ以上を求めるこのアンティコインをやる理由、うん、なんかちょっと教えてください。何個でも結構ですよ、まあ、アンティコインやるって聞いたらね、今なんでまあ、なぜ稼ぎたいかって思うんですよ、うん、そうですね、なぜ稼ぎたいか。まず一番の理由は、うん、実は副業の時から融資を数百万受けてて、うん、おお、独立して、まあ、思いのほか、まあ、社会保険料とかかかってしまって、あ、これ結構厳しいなとか思ってたりしたんですけど、でそんな中でさっき言った版画が一瞬うまくいったんですね、あ、これはいけると思って、でたくさん見切り発車で仕入れすぎてしまって不良在庫に今なってるんですけど、そのせいで結構厳しいところがあるので、どうしてもお金を稼がなきゃいけない、うん、そうしないと生きていけないなっていう状況なので、それが一番のまず理由です、うん、お金を稼がなければいけないってことですね、つまり、はい、これはでもやっぱ意外と強い感情だと思うんですけど、そもそもでも個人でやってますよね、もう会社だけど、あ、はい、全然、まあ、自己破産とかすれば別にこうしないですけど会社やる前に副業の時は個人事業主でお金を広告から借りてて、うん、でそれが株式会社だったら倒産すれば借金なくなると思うけど、そういうわけじゃないので自己破産絶対したくないので。わかりました、はい、はい、もう結構切実な感じですね。まあそうですねご家族もいらっしゃるということで、あ、そうです、はい、まあ、自分一人だったらね、あの、うん、毎日もやし食べてくればいいんですけど、あ、そうそう、多分お子さんとかもいらっしゃるんですね、2人の子、うん、はい、4歳と2歳の、そういう意味でお金を稼いでいかなければいけないっておっしゃってるんだと思うんですけど、まあこれ今言わなくていいですよ、だけど細かいところまで自分では把握しといた方がいいと思いますね。例えばお子さんがいるからっていうのは多分大きいと思う、うん、僕たちがこう生活してた時と時代が違って、もうみんな留学したりとかね、うん、そういう時代になるかもしれないし、その時にお金がないとそういう選択が取れなかったりとか、うん、そういう細かいことをねできるだけたくさん、まあこう自分で知っとくっていうのが僕は重要だと考えていますね。あとやりたいことね、うん、お金ができたらやりたいこととか、うん、とにかくこう、まあ、他者に対して自分に対して社会に対して世界に対してとかいろんなのを言う人がいるけど、自分がやりたいこと、自分がやんなきゃいけないこと、お金を稼ぐ理由っていうのを知っとくっていうのが多分意外と会社員生活を続けてるとそんなこと考えなくていいんですよね、うん、だけど自分で稼ぐ理由がはっきりしてると稼がなきゃいけなくなるんで、うん、これは一回やってもいいかなと思います、はい、これって先生によってはそんなやなくていいっていう人もいるんですけど、はい、一回やってみていいかなと僕は思ってるんですよね、はい、書き出してみて
自分は何のためにやってるんだっていう、働く理由ってなんかすごい曖昧なんですよ、これ把握しとかないと。理由なんかいらないって人もいるのよ、もちろん。で、上級者なんてなんか設計するのも慣れてくるから、超えればいいんでしょっていうのが分かってればそんなこと考えなくてもいいんだけど、やめないからさ、もしくはやめるタイミングを把握してるから、上級者の人はこんなこと必要ないんだけど、初心者の人はなんでやるかっていうのを明確にした方が頑張りやすいなとは思ってますね、はい。例えば僕の場合は、まあ、やっぱ子供ができたんでね、何年ぐらいまでにいくらぐらい作った方がいいなとか、作んなきゃいけないなとか、そういうのがもう結構はっきりあるんですよね、うん。妻と2人だった時は、子供がいなかった時っていうのはその日暮らしも全然何とでもなるというか、余裕のある暮らしができてたんだけど、形が変わってきた。ひで君とか船原さんももうすでにそう違う形でやってるから、月いくら稼がなきゃいけない、年間いくら稼がなきゃいけない、こういうことやりたいと思ったらこれぐらい稼がなきゃいけないっていうのが比較的はっきりあると思うのね。それを稼ぐためにまあやる、もしくはその将来的にどうなりたいためにやるっていうのを自分の中で把握しておいてほしいなっていうのは思います。まあこれが目的ね、うん。目標は半年後に一月100万円稼げるようにする、はい。半年後に稼ぐっていうこととほぼイコールで稼ぎ続けられる力をつけるってことだから、うん。だからできれば多くの人が自分一人でできるようにはあんまなってないですね、この頃は。まだ不安もある人が多いですね。毎月50万稼ぎたいって言って稼げるようになった人が3ヶ月連続で50万円稼いでるけどまだ不安っていう人は全然いる。半年間がすぐなんでね、うん。だから聞きながらでもいいですよ、とにかく達成することが最優先で、できれば自分の力でね、自分で選んで100万円稼げるようにするっていうのは理想かなとは思いますね、うん、はい。半年間のスケジュールとかもなんとなく伝えますか？あ、もう決めちゃいましょう、はい、はい。これ一般的にね、はい、スクール生にお話しする6ヶ月間のスケジュールなんですけど、今日から1ヶ月間ね、1ヶ月目、はい、もうとにかくリサーチに集中してもらおうと思ってるんですよ。リサーチっていうのは商品を探す、それからコイン自体の勉強することも含めて、商品を知るとか、その商品を探す方法を知るとかね、とにかく実践してもらう。この2つ意識してほしいのが、できるだけたくさんのコインの価格差を見る、調べる、できるだけたくさん、その時にコイン知ってほしいんですよね、コインの知識増やしてほしい。それからもう一個が、正しいリサーチを始めることを意識してほしいんですよ。正しくやってほしいですね、うん。いっぱい質問なんかもあると思うから、この後でね質問もお受けしたいと思うんだけど、次回の撮影の時にはもっとリサーチ詳しくちょっとねお知らせしたいなと思ってるんですよ。リサーチと同じぐらいコインはね、売り方も重要だと思うんですけど、力が別々だと思う。まず仕入れないと話が始まらないから、とにかく仕入れに集中してもらいたい、リサーチに集中してもらいたいと思うんですね。やり方はちょっとまたお知らせしますと、ただ流れだけお話すると、基本リサーチって動画、お渡ししてる動画があると思うんですけど、それとアンティークコインのマニュアルを見ていただいて、アカウントの準備をまずしましょうと。それから質問とか添削依頼、何でも僕に質問していいので、とにかくリサーチ集中して始めていただきたいと。ここから先2ヶ月目にかぶってくるんですけど、2ヶ月目の終わりまでに最低10個は仕入れて出品しちゃいたいなと思ってます。おー、もう仕入れちゃうんですね。はい、で検索もするから、自信ないものはどんどんサポート講師が僕に聞いてもらって、10個は仕入れてほしい。コインの専門店をやりたいなと思ってますから10個は必要。そして最初は安いものでもいいかなと思います。このうち何個かは絶対に失敗するから、そういうものだと思うから安めのものからスタートしていいかなと思うんですけど、はい、最初の頃って買う側の買い始める人しか多分なかなか買ってくれないと思うんですね、うん。というのがね、アンティークコインってね、得意な人はもうしょっちゅう見てて、うん、このアカウント、あ、なんかいるなっていうのを気づかれるまでにも時間かかるわけ。あ、慣れてる人はやっぱり安心して買いたい人も多いんですね、うん。ヒデ君から買うことももちろんあるんですよ。だけどヒデ君から買うメリットって値段が安いこと以外あんまりないんですよ、うん。もし船原さんって出品者がいたとして、うん、そっちから買った方が安心っていう人はいっぱいいる。特に高額なものだったら100万円使うんだったらね、これは評価数だけではなくて他の出品物だったりとか、うん、ここちょっとやばいなと思ったら100万円は使えないんですよね、みんなね。だから一回試しに安いの買ったりとか、そういうこともあると思うから、最初から高いのだけを買わない、しかもこれ間違える可能性もあるから、安いのもできるだけたくさん、まあ、10個は安心して買ってもらえるような出品をちょっとね頑張って指導しますから、そういう出品をしてもらう。初めて買うっていう人も安心して買えるような出品をちょっとやっていくって感じですね。チェックポイントが2ヶ月目には10個仕入れて出品する。2ヶ月目の終わりまで。なんかでも、もっといけるんじゃん。まあ実際にしてはいると思う。ただ、でもどうですか、自分でね、リサーチとかもチャレンジしてもらってるかもしれないけど、多分最初意外と見つかんないですね。この見てくださってる人も意外と見つかんないと思うかもしれないけど、
確かにさっきね、アンティーク公園のリサーチ見てちょっと出てきたけど、うん、価格差があるものは見つからなかったっていう、うん、そうそうそう、またリサーチの時に指導しますけど、 eBay っていうサイト使ってもらってますけど、うん、eBay にゴロゴロ転がってるものを買っても、まあ、それで買えるものっていうのは結局ね、すぐ飽和しちゃうんですね。ちょっとね、交渉して買ったりとか、あとは eBay に登録する機能がありますけど、うん、お知らせもらってスピーディーに買っていくような形、まあ、取り合いはまあまああります。だから今 eBay にないから絶望する必要はないです。まあ、残骸を見てるだけですから、ね、うん、であとさらにリサーチってね、この方まだやり方をお知らせしてないですけど、ヤフオクで売れたものを新しい今からこう遡ってくるんです、古い方に、うん、最近のものをまだ見てるんですよ。そうするとみんな見てるんですよ。みんなが取り合ってるところを見てるだけなので、そこでもっと目が慣れてくると、まあ、どん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 見なくていいものってもう分かってくるんですけど、1ヶ月みっちり見て、多分目が慣れてきてからじゃないと、見た目一緒ですからね、全部ね、なかなかこうピンとこなかったりすると思うんですけど、だから2ヶ月目10個っていうのは半分ぐらいしか達成しないですね。ちょっと遅れちゃったりします。あ、そうなんですね、うん、10個が意外と選べない。何でもいいっていうんだったらいけるんですよ。失敗してもいいって人はやっぱそれはそれで強いですね。絶対こう2ヶ月以内にできるから。でも慎重だったりする人とかね、初めて買う人なんかはやっぱなかなか買えない人もいますね。で3ヶ月目4ヶ月目なんですけど、4ヶ月目の終わりまでに月10万円の利益を達成したいなと思ってますね。4ヶ月目の終わりまで、これはもちろん3ヶ月目の終わりに達成できたらもっといいし、4ヶ月目の終わりに20万円の利益30万円の利益達成できたらなおいいと思うんですよ。最低10万円の利益ね、これおじいちゃんおばあちゃんも含めてみんなこの目標でやってるから、もっといけたらもっといいですね。はい、顧客化とか仕入れ元の確保なんかもやっていこうと思うんだけど、これはちょっとタイプによるかなと思ってますね、うん、僕は結構勝手にお客さんがついてくるタイプだったから、分かってなかった、あんまり何にもやんなくてもついてくるぐらいの感覚だったんだけど、そうじゃないっていうのが教えてるうちにやっぱ分かってきて、タイプによる、やんない方がいい人もいますね。すごいストレスに感じる顧客化なんか、直接やり取りするっていうのはね、だからこれはやりながら決めていきましょう。それよりヤフオクでバンバン売れるんだったら、僕は顧客化した方が良かったけど、ヒデ君はヤフオクでガン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 売れる、まあ、ネットショップなんかも展開するとかね、なんかいろんな展開の仕方があるから、これをやる人もいるっていう感じね、顧客化とかはね。ここでまあ10万円20万円30万円、この4ヶ月目の終わりまでにある程度の利益、これぐらいの力をつけてほしいなと思っています。で5ヶ月目6ヶ月目で利益を増大させるっていうのをやるんですけど、100万円の利益までだったら多分自分一人でできるんだけど、外注さん使うとかいろんな展開をした人はいます。働きながらの人とかはね、ほんと時間ないから、僕のスクールにも写真撮影をね、代行してくれるのがあったりとか、いろいろサービスがあるんだけど、自分でできる限りは、ヒデ君はやれると思うんでね、ちょっとやってみようと思ってます。まあ、大まかにこんなスケジュールですかね。僕だけじゃなくて、リサーチが上手い先輩、ちょっと面白いところから仕入れてる先輩とか、サポート講師のお二人とかね、いろんな人にも会ってもらいたいなと思ったんですよ、この撮影でね。僕からだけじゃない、もうこのアクティス全体で、ヒデ君に成功してもらおうと思ってますから、まあ、逆にだからアクティスの人にも中で、ね、教える、うん、教えるもらえる、将来的にはサポート講師、あ、まあそれも全然いい、サポート成功したらね、失敗したらもう全然氷ですよね結構ね仲良くやってるんですよ、アクティスってね。卒業後も面倒見てるとか、僕は面倒見られてるようなとこもあるんだけど、こうみんなでやってますから、まあ、そこに入って自分のこう輝ける場所が得られるように、うん、アクティス内でね、だから、はい、そういうためにもまあ成功してほしい、まあ、自分が成功する、それからアクティスでも与えてももらえるっていうような形になれるっていうのはまあすごくねいいと思うんだよね、うん、正直こう一緒にやる仲間って一人もいなかったんですよ。ブースオケ入るまでずっと一人でやってたから、よくわかんないままやってて、稼げるようになっても結構ね虚しかったんですよ。例えばね200万とか利益出してもまあまあ辛いですよ。そんなに使わないんで、僕月に200万も使わないんで、でそれなりにね大変なんですよ、やっぱ一人でコツコツ出品してると。で特に若い頃だったから安いものをたくさん売ってたんですね。アマゾンみたいに縦積みじゃないから一個一個こう出品してるわけよ。一月にねものすごい数をやっぱり売るんですよ、その当時の僕はね。若いからできたようなことなんだけど、高いものをやらないとねきついなと思ったんですね、ある時にね。それでアンティークコイン、単価の高いものをやるようになったうちの一つがアンティークコインだったんですけど、まあ、今すごくいいですね、市場もね、どん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 まあ成長してる。でよくね稼げなくなったとかいう人とかいるんですよ、どの商材であってもね。そういうのね全く意識しなくていいです、今しか知らないわけだから、うん、実際にねどうかっていうと、昔が良かったのかっていうと、ヤフオクの中でアンティークコインって昨年比1月1億円多く売れてるんだよ。1億円
円多く売れてんだから昔の方がいいはずないと思う。単純にプレイヤーは少なかったと思うんですよ昔はね。でも1億円の中の100万円取れるでしょ。僕は絶対取れるんですよ。ヒネ君も取ってほしいんですよ。1億円増えてるんですよ。元々のはもっと何億とかある上で1億円増えてるんだから、そこから100万円頑張るってできそうじゃないですか。そうですね。最後に僕ね、質問もらう前にお願いがあるんで、ちょっと3つだけ。1つ目が1週間目ね、今日からまあ リサーチやってもらいますけど、いきなり、はい、そうそうそう、自分で頑張ってもらおうと思うんですけど、はい、最初の1個売れるまでの期間をできるだけ短くする意識で頑張ってほしいなと思うんですよ。はい、とにかくね、超重要な成功体験だと思うんですね、売れるっていうのは。別に1000円マイナスでもいいですよ。結果はどうでもいいけど、まあ、売れるんだってこの流れをどん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 こなしていかなきゃいけない。2ヶ月以内に10個集めてほしいっていうのも、店としての体をなすような状況を早く作って、売れないから どうすればいいかとかやっぱ考えたいんですよ。売るにはどうしたらいいか、じゃあ売れたらどうしたらいいかって、もうとにかくね、売る練習、出品する練習、買う練習、いろいろこう経験しなきゃいけないから、とにかく1個早く売れるまでの期間をできるだけ短くする意識で頑張ってほしいです。で、次1ヶ月目2ヶ月目なんですけど、ここではね、諦めないでほしいなと思ってるんですね。やっぱね、輸入ってね、意外と2ヶ月目ぐらいまで1円も利益出ない人ってやっぱ全然いるんですよ。物届くまで、僕は今日北海道から買ったって明日明後日には届くんですけど、入札して、まあ、例えば1週間、その後落札できたからって届くのに1週間、2週間、3週間下手したら1ヶ月かかる時もあるんですね。で、特に年末なんかはものすごい時間かかったりするの、欧米がお休みになっちゃったりするんでね。そうだ、こういうことも含めて経験しないと分からなかったりするんで、とにかく諦めずにやっていけば、先輩たちみたいにほとんど辞めてる人はほとんどいないからね、諦めなければお金にちゃんとなるビジネスなので続けてほしいと思います。はい、売れない理由は絶対何か理由があるから、はい、これを一緒に直していけばいいだけなのでね。で、最後に疑問とか、ね、不安とか不満、これはね、真面目にやればやるほどどんどん出てくるものだと思うんですけど、これをどん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 解消解決して、もう次のステップに進むっていう意識を持ってほしい。半年って長いように思えて、やっぱ集中してやってるとすごく短いんで、1日6時間しか使えない人が、わかんねえってずっとそれ1日迷ってるのももうもったいないんで、もう僕のスクールでは聞いていいことにしてるんですよね。本当にわかんなかったら聞いていい。だけど、自分で調べるっていうのはやってほしいんですよ。でも分かんなかったら、ただずっとそれでもう止まっちゃうよりは聞いてほしい。イメージは、6ヶ月間先生使っていいので、もちろん自分でも頑張ってほしいんだけど、先生使っていいから、自分の力以上のパフォーマンスを発揮し続けて、どん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 、まあ、稼ぎながら、利益出しながら勉強してほしいなと思ってます。はい、正直ね、半年ではマスターはできないと。いきなりプロになるわけじゃなくて、やりながらプロになっていけばいいと思うから、奈良さんとかはこのオベイにやられてましたから、最初からある程度はやっぱできるんですよね。でもプロになるのってそういう意識があってかなかったか分かんないけど、やっぱね、時間はかかるんですよね。自信を持ってやれるように、だから自信持ってやれなくてもいいから、とにかく稼ぎながら勉強してほしいと思いますね。お願い、僕この3つ、できるだけ早く1個売るまでの期間を短くするっていう意識でやるっていうのと、1、2ヶ月目頑張って諦めないでほしいっていうのと、まあ疑問不安不満は、まあできるだけ自分で解決できなければ聞いてくれと、この3つだけ。最初のお願いはこれだけなんで、ちょっとお願いします。はい、最後ヒデ君から質問とかお受けしていいですか。あ、どうぞどうぞ。今日いきなりアンティコインって言われた感じだけどあ、でもちょっと事前知識はあると思うんですよ。もともとね、イメージに言われたんで、コインってゆくゆくは高額なものを扱うことになると思うんですけど、家の保管庫、なんか湿気が必要だったら、まあ、錆じゃないけど変色とかしたりするのかなと思ったり、どこに置いとけばいいか、そんな何万もするようなもんみたいな。まず前提としてコインの表面は変わってくるものなんですよね。で、鑑定された結果が書かれてるんですけど、中が例えば腐食していてもその鑑定結果は変わらないです。価値が保たれますね。ぶっ壊して開けた場合にはまた鑑定し直さなければいけないから、腐食してますっていう鑑定になってしまうんですけど、鑑定時に綺麗な状態であったものが腐食してくるとかっていうのはまあ問題ないって前提はありますね。その上で保管場所はね、どこでもいいんだけど、僕はちっちゃい金庫みたいなのを別に本棚に置いてますね。これはただ子供が見つけられたら泥棒が入ったら終わりですけど、家に置いてる人は多いですよね。スタジオなら気にしなくていい感じですか。これぐらいの大きさなんで、あとその壊れにくいケースに入ってるんですよ。コイン自体はまあやっぱなかなか壊れないですよね、皆さんの持ってるお金と一緒、なので場所はあまり問わないかなとは思ってはいます。それから保険がかけられますね。
火事になったらもうバンバン燃やすって言ってる人もいますそういう保険がかけられたりとかもします。貸金庫に預けてるっていう人もまあ確かにいるけど、うん、多分何千万とかそういうレベルのじゃないですかね。僕が思ってる一番高いコインとかはちょっと金額とかは言いたくないけど、そういうのも別に置いてますね、家に、うん、隠してはいるみたいな。こういうアンティークとかコレクタブル系の商材ってでかかったり、うん、壊れやすかったりしてどこ置くねみたいな多いじゃないですか、うん、子供にはね、うん、気をつけた方があいつらすごいから、はい、どっか、まあ、隠しとけば大丈夫じゃないかなと思いますけどね、うん、ただ水はやっぱり良くないと思うから浸水しそうなとことかがいいと思う。 あとは湿気とかね、それどの程度のお宅かっていうのは本当に分かってないんだけど、一般的な場所なら大丈夫じゃないかなとは思っておりますね、うん、はい、卒業生たちも家で保管してますね、うん、楽ですよね、うん、圧倒的に楽だと思うんです。ちなみにね、スーツケース型のケースとかね、火事になったら持ち出す用のケースとか、いろんなのはありますよ。ヤフオクで品物が破損したりとか紛失したら30万でしたっけ、なんか保証してくれると思うんですけど、その30万を超えるようなコインをもし扱った時に、うん、そのフォークの保証が上限に達して切れないと思うんですけど、そういう場合ってどうされてるんですかね。そういう場合はね、ダメですよ。ダメだから結局高いのをそこの相手がね、どんな人か分かんないって不安だと思うんですよね、そういう状況でそこまで高いのを扱わないでほしいなと思うはもう、あの慣れてくればね、そうじゃない人っていうのはやっぱり分かってきますから、やばい人には売らなきゃいいんですよね。まあでもこれやっていかないと多分あんま質問出てこないと思うんで、今ねこう質問聞いてもあれなんで、僕の YouTube でもね何回も動画出てるんで、ランキングコインって本当に稼げるのかなって思ってる方ね多いと思うんですけど、稼げるんですよ。まあ、僕もね、物価総合研究所ずっとやってきて、圧倒的にですね、稼げる人多いなと考えてるんですけど、まあ、やっぱ、ちょっとね、障壁高いのかなって思う方も多いんで、うん、今回は本当公開で、ね、やるんで、はい、お願いします。稼いでください。そうですね。はい、僕ね、参入障壁はやっぱあるとは思うんですよ。はい。で、それが自分が稼げる理由だと思うんですね。はい、やっぱ頑張った人しか稼げてないと思う。はい、だから公開しても大丈夫だと思う。なるほど、なるほど。生徒たちは絶対損しないと思う、それで。この中で見て、すごい頑張る人いたら全然自分でも成功できると思うし、まあ、僕のスクールに入っていただいても全然いいと思うんだけど、僕はヒデ君を絶対成功させますから、3勝1から乗り越えてくださいね。はい、うん。緊張しますよね。僕も緊張してますよ。緊張します、ね、僕が一生懸命やってきたことが崩れ去るかもしれない。それはまたね、YouTube 的にすごい面白いんですけど、ね、まあでもやっぱね、成功してほしいなと。単純にやっぱね。もうまあそうですよ、家族の幸せが、うん、まあ、そういう方も多いですよね、うん、家族のために稼ぐんだという方も多いと思います。まあ僕もそうですけど、みんなそうだと思います。はい、なんで今回はもうガチでやっていただくということになりますんで、じゃあここからまあとりあえず最低でも半年、はい、そして200万目指して頑張っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ヒデ君が今後どうなっていくかっていうのが気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あとヒデ君になんかアドバイスあればコメントください。そうですね、はい、だんだん成金みたいな格好とかになってますけどね。半年後ぐらいでも全部全身グッチみたいになってる可能性ある。あとですね、ヒデ君頑張れという意味で、うん、ぜひ高評価もよろしくお願いします。お願いします。この高評価が多ければ多いほどヒデ君頑張りますね。、うん、よろしくお願いします。お願いします、はい、やっぱ励みになりますよね。嬉しいですね。無反応がね、一番 YouTuber としては怖いんで、ぜひ最後まで見ていただいた方は高評価お願いします。はい、あと万田さんですね、YouTube チャンネルやられてます。概要欄に貼っておきますので、万田さんの YouTube チャンネルをぜひご覧ください。はい、ヒデ君が今からね、実践していただくアンティークコインのノウハウっていうのをですね、万田さんが、ウェブセミナー形式でお伝えしているというウェブセミナーを定期的に開催してますので、うん、もしですね、ヒデ君やってるのを見て、あ、俺もできんじゃないかと思われた方はぜひそのアンティークコインのウェブセミナーの方もご覧いただければと思います。まあ、今日はねちょっとね軽く概要みたいな感じだったんですけど、はい、まあ、ウェブセミナーの方ではノウハウもがっつりお伝えしてますので、そうですね、はい、合わせて見てほしいですね、できたら。確かにね、うん、リサーチとかもやってるから、うん、リサーチの動画とかも撮っていただく、うん、ここでもやります。あ、まあ、リサーチをヒデ君に万田さんが教えてるみたいな、多分次ですかね、リサーチとか次できたらいいですね。はい、あとそのね、いろんなメンタルの先輩たちがいるから、いろんなことやってる、そういう人たちにも来てね、お話聞いていただければと思います。ノウハウ自体は結構シンプルですよ。数やんなきゃいけないってだけ。YouTube 的に絵が地味になるのは怖いんで、数
地味ですよね。このね、商売も別に地味なんですよ、はい、長く続けられるっていうだけでね、儲かるだけで、まあ、そこをなんとかね、どんどんこう動画出していきたいんで、そうですね、はい、ぜひあの失敗とかしていただければ幸いですやってしまいましたみたいな期待してますんで、ぜひ、あの視聴者の方も期待してると思う、ひでくんやっちゃったなみたいな、はい、じゃあ今日はここまでになります。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。